マミモメモさやかです。イースセルセタの樹海をやっていこうと思います。あらすじがてらダイアリーを読んでいこうと思うんですけど、前回冒頭で読めなくって、なので前々回ぐらいのから読むことになりそうですね。里の長老万丈の家でいろいろな話を聞いた。彼らの祖先はかつて遠一で神に背いて偉大な文明を滅ぼし、エルディールに許されてこの地を訪れたのだという。エルディールは過去にも残忍な人格へと豹変し、自らの手でセルセタ王国を滅ぼしてしまったらしい。今の彼にも当時と同じような変調の兆しがあり、デュレンはそんな時に塔を訪れた僕を見張るために同行していたらしい。その後、里の祠に案内され太陽の仮面を見せてもらうことに。高原にあった僕の墓からフリーダが回収していたそうだ。ちなみに滝壺に落ちた僕を助けてくれたのはデュレンらしい。太陽の仮面には生命の書と呼ばれる世界の設計図のようなものを読み解く力があるらしい。エルディールはそれを用いて人々に知恵を与えていたという。生命の書は樹海のさらに奥地に保管されているらしく、グルーダの狙いはそれを手にすることにあるようだ。そこで今まで姿を消していたリーザが現れた。彼女はなぜかソルガバで結界を破壊し、太陽の仮面を手にしようとする。竜人兵ソルガバは普通の武器で傷つけられない。僕たちでは止めることができず、ついに結界は破られてしまう。そしてリーザが仮面を手にしようとしたその時、突如現れたグルーダがそれを横取りしてしまう。リーザの無茶な行動はグルーダが太陽の仮面を手に入れるために狡猾に仕込まれたものだったらしい。グルーダもまたダナンの出陣であったことが分かると、彼は業を背負った一族の名闇を改めて名を乗る。そして自分たちの部下を使って里の住人を人質に取り、そのまま太陽の仮面を持ち去ってしまったというところまで読んでおくかな。はい、では、ダナンの里の挨拶回りクエストが終わったので、一旦キャスナーに帰ってみようかな。よいしょ。人はどうして自由になれないんだろう。早急を行く雲はあれほどまでに自由だというのに詩人が過ぎる。あんた知ってるか、樹海の奥地大河の向こう側で理想郷が見つかったって噂を。こっちとらロムン軍にいるってのに、はっきりとした情報が全然入ってこないんだよな。本当だったらすげえことだが、ああ気になって仕方ねえ。サンチョとパンサに聞いたら何かわかるかな。エルドゥークのこと？理想郷って。人の欲望には限界がない。果たして本当にそうかしら。欲望の限界は想像の限界、つまりは限りがあるということよ。なるほど。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お兄さんもお姉さんもまとめてみんな当選にいらっしゃいませ。ねえ聞いた、樹海の口に立派な町があったっていう噂、ハイランドのこと？なんだか信じられないわよね。ええ、噂は聞いたけど、とてもじゃないけど信じられないわ。どうせあれよ、治りたい探検家とかが流したデマじゃない？資源の地か。みんな想像で言いたい放題言ってる感じだけど、正直どれも信憑性に欠けるよな。甘い、甘いぞ勇者。我が一族は永久に不滅なのだ。うう、これでやっと世界に光が。ってなんだと、お前まだいたのか。からの話だったか。聞いたか、どうやら大河の向こう側には資源の地という理想郷が存在するらしいぞ。なんでもその場所には美女しかいないそうだが、たとえガセだとしても男にとっちゃ夢のある話だよな。やっぱ美女に会いたい願望あんのかな、男性って。樹海探索が思った以上に困難だからか、最近外から来る人が減ってるみたいなのよね。おかげでいつもの顔ぶればかり、あーつまらない。いいネタあるよ、いいネタ。100ゴールドで買います。どうも。じゃあ今日は宿酒場のマスタームーチョさんで一つ。実はムーチョさん元行員なんだぜ。それもあのガタイだ。
かなりの稼ぎ頭だったんだが、ある日突然夢に生きるって言い出してな。良質な筋肉は良質な食事にありとかなんとか言って、それをみんなに伝えたいってことで宿酒場を開いたらしいぜ。鉱山の人間関係は良好だ。生まれや境遇は関係ない。男ってのは仕事で通じ合うんだよな。さあここには3人いるかな。よいしょ。今日は晴れだね。いいんやこりゃ。明日も晴れかな。えんりゃこりゃ。この人のさ会話中が歌っていること全部つなげたら一つの詩になるのかな。こういう日ってたまにあるんだよな。みんなの気分が乗らないっていうか、あーあるよね。今日はいまいち仕事がはかどらないな。こんな日はさっさと仕事を切り上げて明日改めて頑張る、そういうのもありかもな。みんながそうだったらいいよね。一人だけだったらね申し訳が立たんから無理やり頑張ろうとするけど。ほいちゅうことで、お酒が好きなピッカード、つくつく変わってるわよね。ま、とはいえ私がそうさせたものようなものなんだけどね。それにしてもグリゼルダ総督ってのは本当に今までの総督とは違うみたいだな。ついこの間も突然総督府の方から老朽化した水道設備の修理をするなんて告知がなされてな。こんなこと昔の総督府じゃこちらから徹底的に訴えない限り実現しなかったことなんだ。彼女みたいなものばっかりだったら俺もロムンの人間を嫌いになったりはしないんだが。グリゼルダさんっておいくつなんだろう。都会はとても魅力的な場所だけど娯楽を享受できる人間は一握りとも聞くわ。惨めな思いなんてしたくないけど一体どうすればいいかしら。難しい問題だよねそこはね。親の心こ知らずとはよく言ったものね。イーダちゃんと一緒になってほしい。それは確かに私のエゴなんだけど、でも言うにこと書いて女に興味がないだなんて前途が多難すぎるわ。それは珍しいですね。強がってるとかではなくて、プニ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 、何なの肉球って、肉球って肉食うってニャンナフル、テンション上がってるな。肉球って気持ちいいよね。あ、またこんなところにホコリが。ほんと火事って終わりがないわ。でもだからこそ私がやらなくちゃ。なんかさ、こう一つのことの話題を言ってるだけなんだけどセリフが違うってすごいよね。ミンミね、欲張りなの。あれもこれも全部欲しいの。わかるよ。うちのミンミは欲張りさんでね、どんなことでもどれがいいって聞いたら迷わず全部って答えるのよ。でもあの子もいつかお姉ちゃんになるんだし、そろそろ我慢も覚えてほしいわ。ん？お子さんが生まれるので？そう。そういう話してた。グリゼルザ総督、素敵だよな。まだまだ若いのにあれだけ仕事ができるなんてすごいよな。宿酒場のマッスルワインはいただけないのであります。それはもういただけないのであります。マッスルワインは何が入ってるんだろうね。美味しくないの。お店で突然話しかけるとかそんなのダメよね。どうすればいいの。人間関係の話。お店か。いや店員さんだったら別に全然いいと思うけどね。樹海に関する様々な噂について総督府は肯定も否定もしないが、噂の中に案外一つくらい真実が紛れ込んでいるように思うのだ。もっとも軍の中でも下っ端の私にはそれが何なのかわからんがな。趣味はそれなりに多いけど特技はこれと言ってない。そうさ、僕こそが凡人。他人の自慢話を聞くのが苦手な男さ。大変だね。ここ最近中流軍による樹海への出入りがますます盛んになってきてるようだね。何か大きな発見でもあったのか、とても興味深いよ。では宿坂
ごくごくプハー。しかしマスターの作るマッスルミルクセーキはどうにも癖があって飲みにくいぜ。だがこれも全てはルルカちゃんのため。こんなことでめげてたまるかって。ああ、天気が良ければ樹海の遥か奥に見えるようになった塔のような影、自然物か人工物か、はたまたそれ以外の何かなのかはとにかく神秘よね。帰ってきてる。別に資源の地でなくとも樹海にはまだまだ金のなる木が眠っている。ま、稼げるうちにせいぜい稼がせてもらうさ。やっぱり街でも飲むお酒は最高ね。探索の疲れを突き飛ばしてくれるわ。フライアンさん、あんなにガブガブドリンクを飲んで大丈夫かしら。さすがにちょっと心配ね。あなたのために飲んでるんだろうね。詳しいところはつかめていないが、ロムン軍の樹海のタイガー付近で何やら大きな発見をしたようだな。何かの遺跡のようなのだが、入り口を封鎖して探検家や山師連中を近づけないようにしているらしい。一体何を見つけたって言うんだろうな。よく食べ、よく寝、よく鍛える。単純ではあるが、それこそがパーフェクトボディを維持するための基本であり極意というわけだ。マッチョ。今日もなかなかいい天気だね。シーツがよく乾きそうで何よりだよ。浮屋さん、昨日娘が生まれて初めて俺に料理を作ってくれてな。正直味は何ともだったが、それでもあんなにうまいもんはこの世にねえな。こりゃ幸せだ。マジで幸せだ。いいね。他人の幸せはいいよ。地図地作りを諦めるか。樹海がそんだけ危険な上に困難な場所ってのはわかるが、なんだか寂しいもんだな。無責任かもしれねえが、お前たちは諦めてくれるなよ。諦めた人が周りにいる。近頃樹海の地図作りを諦める探検家山師たちが徐々に増えてきてるみたいなんだ。なんでも樹海を横断するタイが、その先にどうやっても進めないことが理由の大半のようだけど、なんとも残念な話だね。なるほど、それでか。うちの母さんはたまにものすごく扱いにくくなる時があるんだ。昨日もね、なんか自分の思い通りにいかないことが気に食わないとかで大声でわめいちゃってさ。ほんと勘弁してほしいよな。なんだろうな、他人事じゃないって言ったらちょっとなんか語弊があるけど、気持ちはわからんこともない。ということでキャスナーなんですけど、あ、掲示板見るの忘れてたね。掲示板あるかな。掲示板、あ、ニューアル酔いどれの解放。ルシールさん、ピッカードの二日酔いに効くお薬を探しています。なるほど。話は聞かせてもらったけど、薬って何があるの。あら、酔いどれに効くお薬を持ってきてくれたのね。どんな薬を譲ってもらえるのかしら。でもこの中で万能薬しかなくない。これがピッカードの二日酔いに効くのね。それじゃあ早速。二日酔いウィヒックってビールで育ったピッカード。薬を飲ませた。キラキラピキ、どうかしら。よく二日酔いって分かったね。よかった。どうやら効果てきめんみたい。あ、そうそう、あなたたちにお礼を渡さなきゃね。え、すげえお金じゃない。ピキューン。あなたはもしかして元気になってすぐまたお酒が飲みたくなったの。この子ったら仕方ないわね。でもいい、今度から新酒は禁止なんだから。いいな。やるじゃない。この子ったら本当に仕方ないわね。でもこのだらしなさがこの子の魅力なのかもね。そう、こっち方面マラソン知ってなかったね。本日も異常ありません。ちなみに来年再来年はさすがに分かりませんね。さすがに現実を見たな彼も。むしゃむしゃバクバク、うまい、なかなかうまい。今日はいつもよりうまくできたと思うんだが、ファレスのやつ違いが分かってやがるな。あー眠い眠い、おやすみ。ってまだ俺ベッドに入ってない。なんじゃそれ。
最近レオ団長の怒鳴り声を聞いてねえな。なんとなく退屈だぜ。そんなこと言ってたら誰かから奇襲されるぞ。なんだ、入りたいなら入っていいぜ。ただし間違っても総督には迷惑をかけるなよ。総督は今日もここにいらっしゃるんですね。それにしても仮面兵団とは報告を聞けば聞くほど不気味な部隊だな。そんなものに兵士たちを巻き込むとは人道的にも許される行為ではないぞ。この副官さんはすごい至極真っ当なことを言ってくださるよね。うずー、たまには紅茶も悪くないな。久しぶりにファルコムのゲームでズズー聞いたな。グルーダの率いる仮面兵団とやらの実態は正直本国ですらつかみきれていない状況だ。彼らが今後どのような行動に出るか、私の方でもレオ団長を通じて徹底的に追っていくつもりだ。キルナにも迷惑をかけると思うが、どうかよろしく頼んだぞ。ほい、コモドに来ました。ロムン軍の使いとやらがオサのとこへ来てるんだ。一体何をしに来たのか気になるところだな。ロムン軍の使い、レオ団長？ラバロの実は蜂蜜で煮詰めると美味しいジャムになるのよ。このジャムでパイを作ると絶品なの。美味しそう。あ、そういうさ、ご当地グルメ食べてみたいよね。ロムンという国から来た奴らか。一体何を企んでやがるのか、寝首をかかれないように注意しねえとな。この資源の地位に対しての警戒云々の話なのかな。向こうは倉庫で、ロムン軍か。何事もなければよいのでは。なんか鉄の塊で覆われた人が来たの。あの人も異邦人なのかな。ささみはそろそろかしら。つくねはまだあと少し。手間は誰がどう見たってまだまだね。ささみ食べられちゃう。やっぱ食用のために育ててるってこと？とうとったらお父さんのことが気になってしょうがないみたい。あんなに憧れちゃって男の子っていいわよね。今頃父ちゃん大きな獣と戦ってるのかな。早く僕も大きくなって一緒に狩りに出かけたいよ。やっぱそういうのって父親冥利に尽きるかね。息子に好かれるっていうのは。ヘミオじゃない、レミオ。ヘマとかしていないかしら。今日戦士たちは外に出てると。ロムン軍とか言ったか。一体何の用事があって来たのやら。とにかく警戒は怠れないな。みんなロムン兵の話をしている。あ、そっか、ここの3人も出かけちゃうのか。今はこれまでとほとんど変わらない日常を送れているけれど、この先もっともっと外から人が来ることになれば、こうしていられなくなるのかしら。そう考えるとやっぱり不安ね。あのさ、このアドル君が書かれた冒険記がさ、千うん年前なんじゃん。現代も見てみたいよね。またロムン君とかいう人たちがやってきて、今日もオサといろいろ話をしてるわ。それにしても本当に外からのお客さんが絶えないわね。ちょ、なんでいきなり降参なんだよ。もっと嫌い気合い入れるよな、気合い。うわー、参った参った。何してるの今日は。こいつらと来たら本当にずっとこの調子だな。実は本人たちも何気に楽しんでるのかもな。お互いがいなくなったらね、それはそれでね。いや、レオ団長じゃないな。我々はグリゼルダ総督の指示でコモドの代表殿に総督府の意思を伝達しに参りました。何はともあれ、我々があの無粋な仮面兵団と違うということだけははっきり伝えませんとね。とまあ我が軍にはそういった事情もありまして、この集落にも今後迷惑が及ぶ可能性もありますが。ああ、お前たち見ての通り今は取り込み中でな。用事ならまた改めて来てくれ。レオ団長がこういう交渉するタイプの人間じゃないか。
あ、剣持ってる。まだまだ。剣の稽古がダイエットにもなるのか。私も試してみようかしら。なるほど。見たところね、普通に細身っぽいけどね。まあ女性ってあれよね、なんか別にダイエットしなくてもいいんじゃないって思ってもダイエットって言うしね。私はちょっとよくわからんけど。あ、そっか、もうこれその2やったからコモド終わりだね。セルレイに来ました。ここを通っていったロムーンの連中、音沙汰がないってことは資源の地に足を踏み入れたってことなんだろうな。勝手な推測だが、大河の霧が晴れたのはその影響なのか。なんかちょっとしか時系列変わってないのに全体的にセリフ変わってるのすごいね。レナル、私の可愛いレナル、次はどんなことを言って困らせてあげようかしら。カモカモカモって歩き方が可愛いよな。お尻とか振っちゃってさ、本当にプリプリしてね、プリプリ。以前村の前を通ったロムン軍、彼らはすでに資源の地へ渡ったと考えて良さそうだね。それにしても僕たちすら知る由もなかった神秘に至るなんて、なんだか複雑な気分だよ。地元だからこそさ、なんかこう探求しないってのはありそうよね。塵も積もれば剣となる。へへ、格言だぜ。クエストの予感がするな。仲間揃ったからね。シリューのやつ、確かに上達しているみてえだな。あのネーミングセンスだけは今でも心配だが、んなことは些細なことか。さて、資源の地にもピッカードっているのかしら。いるのなら見てみたいわね。もしかして家族さんは資源の地ってとこに行ったのかな。このまま帰ってこなかったらやだな。家族さんは、家族さん今私たちもいないのか。なるほど、この水かきで水をかき分けるのね。だらしのない体のくせに生意気なんだから。セルセタのさ、セリフ回しってすげえ独特だよね。変人なんかこうね、ベクトルがね。帰ってきてるね。朝殿と話したのだが、ロムンとやらが来た者にもいろいろいるようだな。先日集落を横切っていった仮面の兵士たちは特に得体の知れないようだが、警戒は怠れんな。若干眠いんですよ。ちょっとね、舌が回ってなかったらごめんね。数百年もの間犯されることのなかった神秘、それが資源の地。たとえ道が開けたのだとしても行きたいとは思わない。アドル君は逆にね、首突っ込んでいく系だし、今の話聞いてアドル君ってどういう反応なんだろうね。信じられないみたいな。そういうタイプでもないか。大人たちが寮に出かけるとなんだか静かになるのでしゅ、ちょっぴり寂しいのでしゅ。みんなオズマがいない状況にもそれなりに慣れてきた感じがするわね。変わるって確かに大変だけど、それがそれで成長できるのならどんどん変わっていくべきなのかもね。わからないことも多いみたいだけど、セサリーはどうか頑張っているよね。我が娘ながらあの子は本当によくできた子だと思うわ。あ、忘れてた。少ないね。あれ？ん？大人のスパーダは今みんな寮に出ています。そうですね。というわけで今のうちに飼育スペースをお掃除です。さて、ワキワキタイムです。いつものします。あいあいさ、今んとこ一回も残さずやっているはずです。まだ慣れないんだね。面白かった、またくすぐらせてね。いろいろあっても集落はなんとか日常を保ってはいるが、まだ人波乱ありそうな気配だね。資源の地で何が起きているのか、それを考えると落ち着かないよ。ハイパーな武器テスト来ました。話は聞かせてもらったぜ。よう、オズマに赤毛の旦那たち、またまたすげえ武器を作ってみたんだが、試してくれるか。依頼を引き受けます。そうか、
オンに切るぜ。うん、次は私たちの番というわけですか。前回いなかったよね、カンリリカも。ここの武器、なんだかとってもすごいらしいわね。そんなことを言ってもらえるなんて光栄だな。さてと、もう3度目だから慣れっこだろ。今回はハイパーなハンマーとワンダフルなハルバードだ。さあ、どちらを試したい？では、アドルさん、どちらかを選んでもらえるかしら。1周目ではハンマーを選んでたっぽいので、今回は姉さんお願いします。よし、ならこいつだな。ワンダフルな冷酷アクス。じゃあそいつを装備して、窓グラセレフっていう獣を5体倒してきてくれ。今回は獣というより魔物って言った方がいいのかな。実はとある古文書に記されてあったんだが、その正体は俺にもわからないんだ。だがまあそこは資源の地へ渡った旦那たちなら何とかしてくれんだろう。そんじゃまあ分を祈ってるぜ。なんかどっちかっていうとさ、ハルバードって槍って思ってるんだけど、そっか、斧か、斧みたいな槍持ってるだけでいてつくような冷たさ。先生、フリーダさんが動きません、凍結で。ダメじゃん、一切動けないのがさすがにダメじゃん。それ、いや、私の番です。あ、そっか、凍結防止をつければいいのか。これで動ける。あー、これで動けるのか。なるほどね、さすがに。よし、この敵割とめっちゃ大変。まずナイトメアっていうのがあるのかな。めっちゃタフなのと、攻撃がボールみたい。一発状態以上にできればめっちゃいいんだけど、この技が700くらいんだよね。あとちょっと避けづらい。よし、いやー結構大変だったな。大げさに30分ぐらいかかってるな。いやー、めっちゃ大変だったんですけど。よう、どうやら無事窓グラスレフを倒したみたいだな。どうだ、やっぱり俺の作った武器は最高だろ。まあ、凍結はね、良かったけどね、もはや芸術の域。確かにある意味そうかもね。おお、二人ともよくわかってるじゃねえか。まあそれはそれとして、早速改良してみせっから、ちょっと待っててくれ。まあ最強武器ではないからね。よし、完成だ。名付けてスーパーウル。やい、シリュウ、いい加減学習しやがれっての。名前はクリュエルアクス、その辺にしとけ。出しても割り込むのが早っ。クリュエルアクスを受け取った。はあ、せめて最後まで言わせろよ。だがしかし、ここで諦める俺じゃねえからな。ほう、最強、やるじゃない。最強武器はこの子たちが作ってくれるのかな。だんだん俺の扱いが広くなっていってるような。だがしかし、これで諦める俺じゃねえからな。